んにちは、絶望ラインコーだよ。子供にこんな風にならないようにって見せてる、という知人の言葉を受け、今回は子供向けに給与明細について説明するね。大人のお友達も見てくれてありがとう。おじさんは今38歳、結婚してないから子供がいなくて、仕事も誰にでもできる LINE 交をやっているよ。工場で働く人は技術者だったり職人だったりするから、すごい人が多いんだけど、おじさんはそうでもないよ。 LINE 交は給食当番より簡単な仕事だよ。たかしくんでも明日すぐに LINE 工場で働けるよ。流れてくる部品に部品をはめてボルトを締める、この作業をひたすらやるよ。飽きちゃうかもね。そんな仕事だから給料もとても安いんだ。どうしておじさんがそんな仕事をしているかというと、何の才能もないのに何の努力もしなかったからだね。勉強を頑張ったり何かを続ける努力をしないと、おじさんみたいな人生が待っているんだ。たかしくん、君のお父さんは本当にすごいよ。まずパパになってる時点でおじさんの100倍偉い。そしておじさんよりずっと難しい仕事を任せられている。それは勉強して努力をしたからだね。今日はおじさんの給料明細を公開するよ。これは通知表だね。大人は毎月通知表をもらうんだ。毎月人生の価値を数字で評価される大人の世界。基本給は20万円。これがまずおじさんの価値だよ。この数字が大きいと偉いし、クラスでもモテるよ。普通に仕事をしていると年に2度、この数字にバースト倍率2倍とか 3.2 倍とかのバーストが入るよ。おじさんのバースト倍率は 0.1 倍だったよ。この時間外手当っていうのが残業代なんだけど、空欄だね。おじさんの工場は残業代はつかないんだ。この辺の手当はくだらないから飛ばすね。総支給額って書いてるけど、大人は嘘つきだから、ここから生きている罰金を引かれていくよ。保健室に払うお金、そしてお昼の給食費。お昼は卵屋っていうとても美味しいお弁当だよ。この日は醤油なめしだね。おじさんの大好物、焼き魚、だし巻き、天ぷら。唯一の楽しみだね。すごく美味しい。年金っていうのは老後にもらえるお金だね。ハロワ職員の給与、国へのご祝儀の支払い、4万5千円が消えていくよ。そしておじさんの最終的な1ヶ月の価値は16万3千円。そんなおじさんの毎日は地獄の苦しみ。おじさんが今すごく怖いのは、どんどん年老いていくのに子供がいないから、おじいさんの年齢になってもおじいさんになれなくて、ただ年だけ取った何者でもない人間になってしまう。とても怖いよ。そして老後は子供がいないから施設に入るんだけど、それにもお金がいるんだ。おじさんは貯金をしていないから、老後は国の施設に入ることになるよ。そこはなんとタダで入れるんだ。その代わり外に出たり、お酒を飲んだり、そういった自由はなくなるんだ。そこではマイナンバーとは別の番号で呼ばれるよ。なので今から貯金をしたいなと思っているけど、今の仕事だと難しいかな。ここまで見てくれてありがとう。おじさんみたいにならないように
勉強して自分の得意なことを見つけてね。そして家族でにぎわう休日のイオンフードコートで一人でご飯を食べている中年おじさんをどうか優しい気持ちで見守ってあげてね。また次の動画で会いましょう。大人のお友達もご視聴ありがとうございました。